はい、どうも、元気です。いや、すごいんだよ、なんか深々がすごいということでね、我々山暮らしをして1年半となりましたか、そろそろ。はい、はい、っていうところでですね、ようやく、事務所スペースが完成しました。もう本当に去年の年末とか確定申告作業が大変だったんだよね。いろいろ大変でしてですね、山部さん、みんな今から僕は怒られます。もう傷口に塩を塗られた続けて、また塗られるんです皆さん。こちら矢部さんが去年の確定申告の時にお茶をこぼして壊してしまった MacBook Pro です。40万円ぐらいします。皆さん聞いてください僕が悪いのは事実だから、この話何度されてもいいんですけど、そのためにこの人値段を言うんです40万ぐらいですって。こうやって精神的に僕を追い詰めてるんです。皆さん違う違う違う、皆さんお願いです、裁判を起こしたいです、手伝ってください。いや別にそのごめんなさい、こういうのこれは言いたいことがあって、だから食事をするところで確定申告しちゃったじゃん、うん、だからこぼれちゃったじゃん。いやそれはね関係ないよ、私がだってお茶飲みたくて持ってきた今年からはしっかりと事務スペースを設けたいんですよ。ああ素晴らしい。でなんか飲むにしても、蓋付きのやつとかね、そういうことで活用して、機械だとかレシートだとかが汚れたり濡れたりしないように作業を進めたいし、整理もしたいじゃん、うん、なので作れたわけ、うん、今年はもう余裕だと思う、まあ、作業としては大変だけど、やるスペースは広くなったから快適にできると思う。おっていうところまで来ました。はい、そして今回なんですけど、ついにですねキッチンに取り掛かりたいと思います。おお、キッチン。はい、一つ前の快適化ではキッチン棚っていうのかな、電子レンジとか炊飯器が置いてあるような、うん、ああいう棚のスペースを作ったんですけど、反対のそのシンクだとかコンロっていうところまだ制作してませんでした。ようやくそちらに行きたいと思います。ということでね、早速現状を見ていきたいと思います。はい、で今ね現状としてはね、このような形になっております。まあちょっとね、床がそもそもここにね中途半端に段が上がっているのは、ゆくゆくはね全面このカフェ板の高さになります。下も全部断熱してね。でなんで今こうなってしまってるかというとですよ、こちらにキッチンと、まあここにはね今もう綺麗になってますけど、仮のジムスペースみたいのがあったんで、こう床をね玄関の方まで一気に張ることができなかったんですよね。まあ今もできないんです、あれがあるから。なので家のこの半分だけまずね床加工をして、これらが全部こっちに乗せてから反対側も床張っていくっていう流れになるためにですね、こんなよくわかんない形をしてます。やっぱ住みながら DIY すると難しいよね。そうだね、一気にできないじゃん。だからほらもう壁も天井も全部こんなよくわかんない感じなんですよ。でまあ前置きはそんぐらいにしてですね、ここにシンクスペース、コンロスペースを作っていきます。でまあ僕のイメージではですね、まあ、ここにバンとまあテーブルというか平たいスペースを作って、この辺りにシンクがこうあって、右側ですね、この壁沿いにコンロが来るような形をイメージしてます。でこの上にね穴を開けて換気扇をしっかりつけます。レンジフード買ってありますんでね、もう少し3日ぐらいで届きます、まあ、そんなような配置を想定しています。僕の想定とは違いますね、はい、あるの想定、はい、何どういう想定、発表していいですか。あ、いいですよ。これ僕の想定の方が良かったらこっちに変わる可能性ある。あ、全然採用します。ありがとうございます、はい、まずここ来ます。テーブル、あ、ここ一緒ね、はい、こちらもテーブル来ます。さらにあるよ今もう。そしてここ通路です。うん、でこちらも全部すだれがこう半分降りてます。はいはいはい、はい、そして人が来たらすだれを開けていらっしゃいます。いや一覧じゃねえかよ一覧レイアウトじゃねえかよそれ。味集中テーブルってこと。あ、そうですね、欲しいわ。ただですね、うちガス引いてないんだよね。うん、ガス引いてなくて、ちょっと今後も一応引くつもりはないです。いや引こうと思えば引けるんだけど、ちょっとまだいろいろ考えがあってね、引かないと思います。なんでしばらくは IH か普通のカセットガスコンロ使うと思う。あ、まあまあね、うん、全然。でもなんか災害とかいろいろ考えたらガス会社絶対入れた方がいいとは思うんだけど、まあ、ちょっと僕にもいろいろ考えがあるんで。いや僕にもありますけどいいよ味集中テーブルはということで骨組み作っていきたいと思います。はい、ということでね、こんな感じでキッチンスペース枠組みだけできました。まだ全然補強も何もしてないのでプルプルします。でもこれ補強しっかり入れれば、まあ、こっちのテーブルみたいにねもう強固なね作りにできると思います。まあどう、なかなかいい感じだね、うん、いい感じだね、いい感じだね。ただ思ったよりでかいキッチンとしては。ちょっと立ってみて、ミーが立ってみて。家のキッチンとしては相当でかいよね。厨房やで。厨房だね。うん、厨房サイズになってしまいました。まあここのね幅感覚もすごい取っちゃったんですよ。まあというか取らないとそこのね出窓がうまくできなかったんだよね、うん、
なんか変なところでこう仕切り壁ができちゃうみたいな感じになっちゃうので、この出窓を考えるとどうしてもこういう大きさになっちゃいました。この場所的にはね。まあでもいいんじゃない、こんだけ開ければ。俺も大好きな魚がさばけます。はい、あれからねさらに2日間経ちましてね、現在の状況がこんな感じです。はい、天板の固定が終わったとこですね。しっかりと、くっつきました。まあ、まだ正直仮止めの段階ですね。足とかがね全然補強されてないんで多少歪みます。例えば硬い野菜を切るときなんかはね、このままじゃ全然しなるし、ワンチャン折れちゃうんで、足をねこの下にねあと3本ぐらいは補強というか、柱を立てるつもりです。どうでしょうか。まあ、結構でかいですよね、スペース的には。はい、こんな感じ。後ろから見ると、このなんて言うんでしょう、背面部分っていうのかな、ここはね全部の場所に筋交いを入れて、まあこの側面囲いの部分に関してはかなりしっかりして人が乗っても大丈夫な強度になってます。で、若干そのもともとキッチンにしようと思ってた部分から20センチね縮めました。なんか前に出すぎてて、なんかこっちの空間をすごい圧迫してたんで、キッチンを若干前にすることによって、まあ、逆になんかねまとまりが良くなったかなというふうに思います。で、今日ね水道屋さんが来てくれて、まあ、ちょっとこういろいろ散らかっちゃってはいるんですけども、まあ、これ電気給湯器ですね。まあ、こうシンクがあったりとか、まあ、いろいろとちょっと必要なね備品っていうのを調べてくれましたので、まあ、次回来る時にはそれを用意してね取り付け工事にかかっていただけるということです。で、一応僕ができるとことすれば、このシンクの穴をねここにくり抜いてはめてあげるっていう感じですかね。あとはこの電気給湯器の台なんかを作っていきます。それじゃあ引き続き作業を進めていきます。はい、じゃあ作業を始めてもう何日目になったかわからないですけども、こんな感じのね今キッチンになりました。シンクとか、あとはレンジフード用の壁なんかもね設置して、まあ、結構いい感じなキッチンになりましたね。でね、レンジフードがねもう一昨日とかに来る予定だったのが電話が来てね、まさかのもう年末ギリギリになっちゃうっていうことで、キッチンこれ以上進められなくなっちゃったんですよね。給排水とかは水道屋さんにお願いしてるんで、これがその後に来るんだけど、今ちょっとやることがなくなっちゃうんで、先にねこの天井をね全部張ってしまおうと思います。ということでね、今日アルバイト来てもらってます。ちょっと静かにしてもらっていいですか。旅暮らしさんです。旅暮らしです。パラです。はい、よろしくお願いします。お願いします。おまきです。おまきです。はい、僕のねあのキャンピングカー仲間のお二人が今日手伝いに来てくれました。もうすでにちょっと腕がね、なんかいつもねここで遊んでばっかりの申し訳ないなと思いましてですね、おやっぱりこうちょっとぐらい貢献したいなと、あら、はい、思いまして、本日はやってまいりました。すごい饒舌に喋るじゃん。ということでお二人にはね、はい、この天井の板の部分をやっていただきたいと思っておりますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとやり方だけ教えていただければね。OK です。はい、ありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございました。いやいやいや、体をちょっと使って、ちょっと本当にマジで。おじいちゃんも疲労困憊らしいよ。普段使わない筋肉を。まあ半分ぐらい約、はめ板が入りました。でもう半分ぐらいはまだスタイルフォームだけど、これも今日貼ったんだよね。うん。うん、だから断熱は終わった感じだね。逆に言うと。そうだね。ね。素晴らしい。素晴らしい。いやー、よかったよかった。だけでだいぶね、いいんじゃない。あ、ありがとうございます。いえいえ、吉田さん、まだ引き続き明日も頑張りますんで。そう、明日も実はありましてですね。本当申し訳ないね、これ。一泊二日のこれ、本当、泊まり込みのね。あ、思ったより過酷でしたね。そうね、そうね。想像してるよりも、正直過酷で、ちょっと最後の方、心折れそう。言ってはあったんだけどね、事前にね。まあ、ちょっと今日夕飯でね、しゃぶしゃぶを、今度振る舞わせていただこうかなと、はい、思っておりますので、ちょっとさすがにねぎらいます。うちの方でここはね、はい、ねぎらしてもらって、もう案件をね振った感じですからね、今回。そう、いや、お願いした。そう、ちゃんともうしゃぶしゃぶと報酬もちゃんとねお渡しするので、プロモーションって出てるんですよ。あ、ね、入れといてね、うん、俺ら依頼した側だから、ね、ほんま入れます。この後の食事シーンは少しだけね、太郎さんの旅暮らしチャンネルの方でお送りいたしますので、よかったら説明欄のリンクから飛んで見てみてください。はい、じゃあちょっと着替えてご飯にしましょう。はい、じゃあお疲れさまでした。はい、お疲れでした、お二人様。お疲れ様でした。いや、本当にありがとう、2日間。いや、こちらこそ本当に、ちょっとね、バイトを。いや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 。
ちゃんと、ちゃんと、もちろんあの、プロモーションとして、あの、ケンケンのプロモーションとしてお願いしました。見てこれ。うわ、すごい。あー、でもほんま疲れたよ。いや、カメラ越しめっちゃ綺麗。2色だけど今ね、こっからね塗装はして同じ色にはなるんだけど、もう天井すべて板張りが完了しました。いやありがとうお二人、お疲れ様でした。マジで助かった。親方終わったよ。ありがとう。いやちょっとね、正直昼休憩の後の1時間ぐらいがねちょっと心折れそうだったんですよ、ね。うん、そうだよね、折れるよね。というか一番心最初折れたのは多分1本目とかでしょ。ああそう昨日結構絶望感が、こんだけやってこんだけしか進まんかったみたいなね、あるよね。でちょっと寝る時にちょっとイメトレをね、うん、そうしたんですよ。どうやったら楽できるかというのね、最初アルバイトだったのがもう最後ね、ほんと棟梁ぐらいになっちゃった、ね。いろいろぶら下げてね、腰に。いや、そうですね、もうなんか、とりあえずね、すぐて、そう、キビキビできる、時間がもったいないですよ、なんか。いやー、ありがとう、ほんと。いや、ちょっとこの後は、はい、焼肉で、わーい、お祝いってことでね、焼肉行きましょう。いや、もう、昨日と行こうといい、ほんとありがとうございます。いやいやいや、とてもない、とてもない、焼肉ぐらいごちそうさせてください。いやいや、はい、じゃあ行きましょう。行ってきまーす。はい、はい、じゃあね、いよいよ、シンク、上下水がつながる日でございます。今ね、水道工事をしていただいておりますが、今日でねやっとここの水道が使えるようになるわけだったんですけど、あのこの上に塗るニスですよね、あの防水とか、なんか100度のものまでこう置いてもね跡もつかないっていうすごい耐久性のねニスもあって、それがね、まあ、売ってなかったんでネットで買いましたので、本当は塗ってからねシンクの方を接続だったんですけど、ちょっと間に合わずこうやって防水処理しながらの作業になります。じゃあ今日も作業頑張ります。はい、ということで水道工事やっていただきました。ちょっと海外製のシンクだったんで、規格的な部分とかね、その微妙なズレみたいのがあってちょっと苦戦してしまったんですけど、なんとかねこのシンク上下水開通いたしました。いやー本当に肝を冷やした、いろいろと。まあ、とにかくねこれ水がしっかり出るようになったのでね、ヤマメさんをお呼びしてちょっとねお披露目したいと思います。ヤマメさん、ヤマメさん、お近いな、お前近すぎだろお前それ。ご苦労様。ああ親方来てくれよ、ちょっと感動するよマジで。あ、え、なんか、え、おしゃれ、おしゃれでしょ。さあさあさあご覧くださいよ。そうでしょ。はい、こちらがですね設置されたシンクでございます。かなりしっかりしてるでしょ。してる。うん、でまあニスがまだ濡れてないんでね、ちょっとこう養生をしているんですけども。あ、テーブルにね。そう、今日の夕方便でニスが届きます。でね、これがこのシンクの純正パーツなんだけど、水道管の途中にこうつなぐようななんか接続パーツなんですけど、この帽子から漏れちゃったの水が。ああ、そういうこと。そう、しかもこの穴のサイズもさ、なかなかシビアで、海外製と国産でこうくっつきにくいみたいな、はい、形の規格は多分同じで作ってるんだけど、うん、やっぱりどこかこう幅がちょっと違ったりとか、うん、なんかギザギザのとんがり具合とかの違いで入りにくかったり入んなかったりしたの。なんとか終えたの今。今はじゃ使えるの。そう、それをいろいろと駆使して作ってくれました。ありがとうございます。いや本当にね素晴らしいシンクができましたよ。はい、で一応今の状況からですよ、今説明した通り、はい、大丈夫なんだけど万が一の時のためにあのバケツをね設置してます。一応ね、一応これ必要、うん、今のところ漏れは一切ないことを確認してるんだけど、うん、使っていくうちにまだわからないから一応こうやってねバケツを用意してます。まあいいんじゃないですか。はい、いいよねこれあればとね、うん、で水道屋さんがいない時のトラブルに関してはあの途中にコックがあるのでそれを閉めることでここを完全に停止することができます。もしくはクラシアン。クラシアン。だから久々に聞いたよそれ。ということでですね、今回取り付けたこちらのシンクが、うん、超多機能シンクということでいろんな装備がついております。はい、うん、確かにいろいろいるな、なんかごちゃごちゃしてるでしょ、うんうん、ほらパッと見てもね何かが飛び出ております、いろいろとね、うんうんうん、はい、じゃあまず最初この一番端から見ていこうかな。はい、はい、この細っちょい蛇口、はい、ひねてみてください。失礼。はい、おお、こんな感じでね水が出ます。ちゃんと水出るね。うん、何用かはちょっとわからない。ヤクルトの容器洗い。限定的だね随分ね、うん、これヤクルト用なんだ。そう、うちと飲まないよヤクルト。あ、じゃあ多分使わないから。一生使わない。なんでヤクルト専用なんだよ。まあ、なんかに使うんでしょうね。あ、そうじゃあ次のひねり、次はこれですね。はい、はい、これはあのそちらの蓋をちょっと一旦開けていただいていいですか。あ、これですか。うん、はい、持ち上げれば開くんで。あ、はいはい、
これの線、あ、これが下がったりするんだ。そう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 、これ分かるかな。このシンクの、まあ、桶というか、ここに水を溜めることができます。よく洗面所にあるシステムね。そういうことです、うんうん、水溜めができるんだね。なるほど、うん、水溜めて何に使うかはちょっと俺想像できないんだけど。いや、それはもちろん金魚買うんじゃない。お前こんなとこで金魚買うなよ。金魚がかわいそうだろ。そらそうだよ、お前。そらそうだよ。まああれじゃない、ちょっとこう洗い物するときとかさ、あー、溜めたりね。汚くなかったらチャッポチャッポチャッポ。飲食店の時は確かに溜めてたね、俺も。あ、そう、まあ使わないでしょうね。そうですね、うちは使わないシリーズでは、ね、いきなり出だし2つ使わないシリーズ。いや、1個目はヤクルトはよくわかんねえよ、お前。あ、そう、続いてですね、こちらメイン水道です。メインだろうね。これメインですよ、うん、はい、これはこの黄色の蛇口を左にひねるとですね、水が出ますので。この黄金色のジョブを回すのじゃ。やめろよ。ジョブを回すのじゃじゃねえよ。出た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 、はい、何これ、一点集中型なの。出ましたでしょ。ちょっとやだ、ちょっとやでしょ、これ。やだよこれ。ここにある黒いボタンを押してみてください。あ、押してみる。あ、あ、どう、あ、見て、すごい、見てください、これすごない。サシャみたいな、お菓子のサシャみたいな。やめろよ、やめろよ、サシャっていうの。わかるわかる、アミアミしてるでしょ。そう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 、はい、まあ、これサシャでします。サシャでしますね、はい、っていう感じ。今切れたでしょ。選べるんだ、じゃあ一点集中型かサシャか。そう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 、いいじゃん。やっぱほら跳ね返りとか嫌じゃん、ほら、ね、結構飛び散っちゃったりすると。集中型はこう跳ねるからね、うん、やっぱサシャにするとしっかりとそういう風にできます。基本サシャ使いみたいな。基本サシャでいいと思う。いいじゃん、うん、でもちろんこれ伸びますから、伸ばしてみてください。はい、あ、そう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 、こういうね。そう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 。シンクをきれいにして。きれいにしたりとか、鍋とかね、流すときにこう向きを変えれるっていう優れものです。で、次の機能はですね、はい、私超一押し、うん。これが欲しくて買ったと言っても過言ではない機能です。お、ではこの黄金色のジョグをですね、はい、右に回していただいていいですか。何ですか、黄金色のジョグ。いや、お前が言ったんだよ。お前が言ったんだよ。これのことだろ、お前。お前が言ったんだろ。これは何ですか。右に回してください。はい、うん、いきます。はい。お、どう。あ、すごい。すごいでしょ、ほら、これ。なんとね、ナイアガラの滝が生まれます。白糸の滝かと思ってた。あ、白糸の方ね、うん、これは何に使うの。いや、これはさ、だから本当に丸いお皿を洗う時とかってさ、こうなんていうの、面が広いから、うん、流す面積欲しかったりするじゃん、水流。四角いお皿ダメなの。いや、四角も OK ですけどね。まあ、面が広いお皿とかをやったりとか、あとはですね、実はこちらの、まあ、数々のこのなんていうの、オプション品というか、おまけ、いや、オプションではないんだけど、ちゃんとついてるものなんだけど、うん、こういうのを組み合わせてね、ちょっとこうシンクをカスタマイズすることができます。へー。例えばこれなんかは野菜洗いのものらしい。ほら、あ、で、はいはい、野菜置くじゃん。で、なるほど、ナイアガラ、ほら、これで、あー、こうで、水も切れるじゃないですか。あ、はい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 、はい、野菜洗いで、こっちもずらせます。あー、なるほど、はい、これとかもまたこうやって溜めとけるわけ、ほら、こうやって。へー、まあ、何に使うかちょっとこれはちょっと用途があるんですけども、まあ、いろいろね、使いますよっていうことですね。そうそう、ここで水溜めてこう抜いたりとかもできるし、はいはいはい、あとはね、うん、これマネータもですね。マネータ、マネータもこれちょっとこれ専用なんですよ、これマネータが。うーん、まあ、縦にね、こうやって置けます、ほら。あー、そこにジャストフィット、ほら、これジャストフィットします。うん、だからここでってやったのをこう、あ、ここの端っこにね、そう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 、みたいなのも、まあ、できるということですよ、っていうちょっと、まあ、多彩なオプションがついております。ここまで紹介して何なんですけど、うん、言い訳させてください。は、日本製のシンクってシンクだけで手に入んないんですよ。多分業者さんだったら手に入る。あー、なるほど、うん、例えば僕なんかがちょっと楽天とかアマゾンとかヤフーとか、うん、そういうだからショッピングサイトとかで買おうと思ったら、うん、国産のシンクっていうのはまずないです。そりゃそうで、うん、ヤフオクとかならあるかもしれない、こう、うん、取り外したやつとか展示品とか売ってるんだけど、まあ高い、うんうん、50とかするやつもあるよ、全然。これはちなみにいくらだったの。これはね、3万円ぐらいです。安っ。そう、そう考えるとめっちゃ安いんだよ。安い。そう、なんで海外製になっちゃうの。あ、まあでもいいんじゃない、別に使えるんだし。そうそうそう、だから別にこの多機能が欲しかったっていうよりは、うんうん、これしかなかった。あ、なるほどね。あの色が黒くてこの大きさが良かったの。あ、条件はそこ。そう、うん、シルバーとかだったらもっとシンプルな一般だよ、うん、でも色が黒が良かったの、うん、まあこれ使わないねとかは分かってはいたよ。あ、でもこれしかなかったの。いや、いい、だからある分にはいいんだから、そんなの。そうだろ、うん、使わなきゃいいんだから。だってケンがここで何かやってる時に、うん、こっちの水道で山上がなんかできるかもしれないでしょ。そうそうそう、俺はこっちで何かしてる時には、うんうん、山上さんここからちょっとなんかね、ねるねるねるね作るとかさ。あ、いいじゃん。そういう時にこうやっていけるわけじゃん。そう、可能性あるもんね。あるでしょ、可能性的には、うん、一番あるよ
ちょっと無理やりですけどもそんな感じです。はい、山下さん最後ですね。はい、はい、ここになんかサークルぐらいでしょ。サークル、おお、あるね、このミステリーサークルが、うん、はい、これちょうど今そこに透明なコップがありますので、はい、それ持ってもらってコップ洗いたいなとかあるじゃないですか。まあそれはあります。うん、まあ、そこの上にじゃあ乗せてみてください。こう、そう、はい、でそのまま下にプッシュ、プッシュ、おー、ほらっていう、すごい、コップ洗い機、ほらね、押してる間だけ水が出ます。はい、これは素晴らしいですっていうものですね。まあ、コップは正直食洗機を取り入れるので洗うんですけど、例えばほら背の高い水筒とかね、あー、はい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 、そういうのにこういうの便利らしいです。ジョッキとか、なるほど、うん、うんうんうん、を、まあ、使う時に洗えるんじゃねえかっていうことでついてます。ちょっと3時間前に使ってすぐ伸びたいけど、まあちょっと洗う、あ、まあちょっとゆすぐかみたいな、そういう怪しい時あるよね。そう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 、という時にもいいじゃないですか。これお湯も出るんです。もちろんですよ。これ下にですね、電気給湯器を設置していただきました。こちらですね、イナックス、これが25リッターのお湯を作って、うん、混合線でこう、まあちあちも出せるし、ちょうどいいとかぬるいとか出せます。超嬉しくない？素晴らしい。いや俺マジで嬉しいんだけど、これ、これやっぱり料理人の、ね、剣としてはね、ああ、こんな大きいさ、スイッチとさ、ああ、調理スペースができたでしょ。いやだってすごくない？この空間、ほらこんなに調理スペースがあって、うん、しかもこれちょっとあんま触れてなかったけど、おしゃなインダストリアルライツ。わー、ね、インダストリアルライツ、かっこよくない？これどうなってんのこれ、ね、坂上忍のまねしてねえよ別に、してねえよ別に。あ、似てた今、いや全然意識してない、全然意識してないよ、ね、でまあちょうど先ほどですね、はい、電話がありまして、はい、めちゃくちゃ遅れるって言ってたレンジフードだったでしょ、換気扇。あ、はいはい、もう年末になっちゃうよみたいな。そう、あれがね、明日発送できるそうです。あ、早まった、ちょっと早まった、うん、ちょっと早まったんだけど、我々ちょっとイベントがあるので、イベント明けの日にしました。あ、そうですね、はい、ちょっとご入つくとね、そう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 、なのでここにつくね、レンジフードが届きます、ようやく。おー、よかったよかった。だからまあシンク進められるね、もうちょっと。そうだね、うん、そしてなんといってもね、はい、今回はいつも遊びに来てくれる旅暮らしさんがお二人揃ってですね、天井のお手伝いもしてくれましたね。ありがとうございます。はい、こんな感じ見てめちゃくちゃ綺麗じゃない。いや大変だったと思うよ。もうね、今回お二人にはね、もうプロモーションとしてお願いしますから、こちらは案件ですね。本当に本当に案件としてね、こう費用とかね、あとはそのご飯とかもこちらでご準備させてもらいました。ささやかですがね。ささやかですが、いやでもねマジで大変なんですよこの天井って。本当に頑張ってくれた、本当にありがたい。持つべきものは友ですね、やはり。まあ、友と思ってるかどうかは分かんないけどね。なんか聞いてる？いや、それはもう。やめろよ。やめろよ。え？俺だけなの？うん。俺だけ旅友？はい、じゃああれからね、さらに数日経ちまして、今こんな感じのキッチンになりました。どう？めちゃくちゃ良くない？おめさん。凝ってる？今寝てたとこ起こされたからちょっと機嫌が悪い。ああ、そうなの、機嫌悪いんだ今。だから喋りかけないでくれる？ダメだろ、動画回してたから。機嫌悪くなっちゃうから。機嫌悪くなっちゃうって。とりあえず撮っててごらん。はい、見てくださいこのね、なんていうん、このパーツはちょっとね、棚を作ったんですよ。よくあるでしょ、こうおしゃれなキッチンのね、壁みたいなやつ。ちなみに外側に関してはね、まあこのようにまだ化粧っていうのはできてません。というのもね、ちょっと一部水道パーツをね、取り替える部分があるので、まだ閉められないんですよね。なので、後ろに関しては、まだこのままとなります。で、またね、この壁に関しても、ちょっと、ま、できれば、こう、木貼るだけじゃなくて、なんか、おしゃれな飾りできないかなって、まあ、レンガとかね、ま、いろいろ考えてるんで、まあ、一旦この外側的にはね、まあ、キッチン使う分には影響がないので、保留とします。だから、まず直近で言うと、完成を目指すのは、この、キッチンに入って見える部分ですね。で、まあ動画の中でも言いましたけども、これですね。レンジフードが届かない事件。まあちょっと早まったものの、まだ届いてないので、一応今回のこの場面でね、動画の区切りとしたいと思います。でね、せっかくこれニス塗ってもう防水状態になりました。で、なんか100度の温度まで耐えれるオイルを塗ってるので、こう耐熱もね、結構効いている天板になってます。はい。で、まだね、ここをガスにするのか電気にするのか決まってないので、ただの天板にしておりまして、後ほど決まり次第くり抜くんですけど、一応今回の段階では、まあガスかこういうね、IH 使っていこうと思います。ってことでね、今日の夕飯を一緒に作ろうじゃないか。で、俺がキッチンをこう進める理由の一つとしては、山根さんがほらずっとパン作りたいっていうがあったでしょ、はいはいはい、で前パン作ったのってもうこう棚系なんもないよね。そう、なんならこの床と壁天井、そう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 、
ができた時になんか適当なテーブルでパン作ったみたいな、うん、もうここまでできたらパン作れるでしょ。でまあ今回夕飯で用意したのがナンです。今日はナンカレーです。じゃあカレーをまず作るんですね。やろう。最初にこのナン用ミックスカレープラスでナンを作る。ナン作るよ。これは水と混ぜてコネコネするだけでナンができるっちゃ優れものだ。何どこの人なのそれ。うわーいいね。ちゃんとあったかいねお湯で手を洗うことができるようになりました。今までお湯出なかったからね。最高最高。おお。え待って、このアングル面白い。キッチンをこう反対岸からこうやって撮れるっていうのは面白いですね。なかなかこれがね、あのアイランドキッチンってやつですよ山井さん。ああ、これがそうだったんですね。なんか体重かけても全然大丈夫でしょ。大丈夫ね。えやっぱしっかりと骨入れたから。これかぼちゃも切れるな。ちゃんとみんなできた。できたよ。めっちゃ可愛くない？これ何の子供です。可愛い。じゃあみんな次はカレーを作ると。え、めっちゃうまいじゃん。やろう。めっちゃうまい。見たんやって。いやちゃんとそう勉強してきたんだね。たまたま見たんやって。たまたまかい。今回はね、見えない見えない見えなすぎでしょこんなの。バターチキンカレーです。やっぱりなんといえばバターチキじゃないですかね。例によって我々あのこのレシピを忠実に再現します。これ文句があったらこの会社に行ってくれ。やめろやめろ。うわ、なんかこの人妙に赤いけど大丈夫これ。アニサキスいた。みんなこれどう思う？アニサキスいねえんだよ。これなんか赤くないやそら。アニサキスいねえよ。おー、いいね。あったまってるね。ヤマイクッキング順調に進んでおります。おい、はい、パンたくさん。上がってるよ、早くして。やめろよ、急に厨房のなんか上司みたいなやめて。あ、違う違う、いい、そっちもいいから。お会計してあげて。ありがとうございます。いる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 。こういう人いる。なんかバイトリーダーみたいな人だよね。つまりね、社員とかじゃなくてバイトリーダーがやりがちな感じ。玉ねぎね、どんなに入れてもカレーって消えちゃうからね。ゼロカロリーだね。ゼロカロリーだよ、玉ねぎこんな入ってたらもう。これでなんか4分ほどって書いてあったよ。4分ね、うん、はい。じゃあしっかりと炒めていきます。わ、すごいいい感じに見えるよ。まだまだね、こちら側は工事中ですけども、キッチンとしてはすごいベストな大きさにできたんじゃないかな。ちなみにね、ここにあったあの2代目キッチンは完全に撤去されました。上下水ともに塞いでもらっております。ここからね、あの室内に引き込まれてるような感じだね。でね、これ電熱線がね、しっかり外側も全部巻いてあるので冬でも一応凍結することはありません。去年はこれで大丈夫だった。で、料理の方はいかがでしょうかね。わー、美味しそうだね。じゃあ水250入れます。はい。これで沸騰後5分ってことは、まず沸騰待った方がいいの？あ、そうだね。あ、少ないね、結構。あ、そしたら鍋でね、沸騰させてる間にナンを伸ばしていきます。形作りだね。むずない。5ミリだから、まあまだこれだと7ミリくらいあるから、もうちょい伸びるでしょ。その2ミリで、あのナン特有のさ、形ってなんでああなっちゃうんかね。これ俺結構ナンみたいになった、ほら見して。これちょっとナスみたいな形の。はい、カレーの方はね、こんなにクリーミーな感じになりました。じゃあ僕の方はね、この形成したナンを焼いていきたいと思います。このオーブントースターに、あー、これちょっとサイズ的に2枚ずつになっちゃうかな。4枚いきたいけど、どうかな。あ、いけそう。もしかしたらいけそう。とりあえず1000ワットで4分って書いてあるんだけど、まあとりあえず回してみるか。はい、じゃあカレー完成です。はい。お味の方大丈夫ですかシェフ？まあいいでしょう。 OK。 ちょっとね、やっぱトースターだと焼き加減が分かんなかったんでね、あのいつも通り網焼きしちゃいました。こっちの方がなんか返しが自分でできていいね。うん、うん、分かりやすい。はい、完成しました。ちょっと焼き加減がまばらですけども、ちょっと中が生じゃないかね、何個か割って確認しました。おしゃれなウッドパネルに乗せて完成。じゃあ皆さん、これ運んでください。え、うん、こういうの失敗しないで。どんからガッシャンあったらごめんね。いや、本当に気をつけてね。そして今回はね、まあ、せっかくなんでマンゴーラッシーではないんだけど、あのマンゴーのネクターって書いてあったかな、はい、っていうちょっとなんかねっとりしたマンゴージュースを用意しました。いい夕飯だね。まあ、キッチン6割ぐらい完成したんでね、お祝いしましょう。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。どう？あ、うまい。あ、うまい？うん、よかった。あ、うまいうまい。ちょっと分量変に作っちゃったからね。あ、でも全然美味しいね。すごいね。なんかちゃんと石窯で焼いてきたみたいな、うん、まばらさでしょ。じゃあいただくよ。はい。
うん、うん、どう、うまい。ナンになってる。なんかちょっと硬くなっちゃったよね、うん、でもナンの味はする。ナンの味はする。うん、あ、おいしい、おいしい、大成功や。ちょっとね、なんか焼きすぎちゃったかなと思うんだけど、いただきます。うん、焼きすぎ。あ、焼きすぎ。もうね、ビスケットみたいになっちゃってる。本当？オーブントースターでやっちゃった方。ああ。やっぱあのトースター壊れてたんかな。まあでも全然使ってはなかったもんね。使ってなかった。うん。うん。うまいよね。うまっ。あ、ご飯いける。ね、いけるよね。うん、うまい、うまい。まあ、あとはね、二人でゆっくり食べたいと思います。はい。はい、じゃあ飯食って風呂入ったりなんかしても寝る前の準備までしちゃったんですけども。はい。はい。まあ一旦キッチンはね、これにて、まあ第一段階完成ってことでね、おめでとうございます。ありがとうございます。やっとできたよ、ここまで。一応だから、この段階で言うともう水道がね、上下水がつながったから、うん、まあお皿洗いだの、料理だのっていうのは可能になったよね。はい。あとつける機械とすれば、レンジフード、うん、換気扇と食洗機か。ああ、そうだね。ああ、うん、の2つをつければキッチンにつける機械は終わり。おあとはこう扉とかもつけたいから、うん、まあ、まだまだちょっとやるんだけど、いやキッチンね、俺の中でもかなり大規模になってきたわ、うんうん、初めてこんな大変な DIY、まあ、とりあえずね、レンジフードが届くまではあのここのキッチンの DIY は一旦お休みになります、はい、まあ、一応いろいろ使えるようになったので便利にまだ過ごせると思います。ということで本日の動画は以上。バイバイ。